さあ言い訳を聞こうか小僧。なんで何を通したらこんなことになるっていう。さあそれじゃあマリーちゃんの身元調査を頑張ろう。まあ休日だし異論はないが、お前は別についてこなくてもいいだろう。ダメです、あんたなんかに任せられません。どうせさっさと警察に渡して終わらせようとか思ってるんでしょう。そんな人情のないこと私嫌いだもんね。いろいろ事情があるんだろうし、ここはもっと触れ合い的な。大事でしょそれ、外国の人と関わるときはそういう気持ちを持ってたね。日本を好きになってもらえるような態度を忘れず、それでこそ国際人。21世紀に生きる我々は広い目線で世界を見なきゃいけないのだよ。ああ、わからないかな君のような男には。とりあえずお前のそばが教育に悪そうだっていうのはわかる。えっ